決勝レース1の朝がやってまいりました。なんとあと30分ぐらいでスタート進行なんですけども、雨が来ました。さあレース1です。レース1は微妙な路面、今は青空が見えてますけど、さっきは雨降ってでまた乾いてくるじゃんっていう状態なんですが、てか雨雲がいっぱいあるぞということで、一応レイン想定のセッティングでスタートをします。空気圧をどれでいこうかって言って悩みに悩んだ結果、ウェットセットにしていっちゃうと、まあ、空気圧バーンと上げちゃう。でそうすると乾いちゃった時にえらいこっちゃになっちゃって、で下げていくと降っちゃった時にまたえらいこっちゃになっちゃうっていう話があるので、じゃあ間で日本人的なまあ結局このコースに適したセットっていうのは、まあ、全然分かんなかったんで、まあ、とりあえず任せるわとウィリアムセット、ウィリアムセット、うん、スタートから25分経過した時点でピットがオープンになって、一回キムピットインのタイミングが来ます。でそれが35分までの10分間に交代をしなきゃいけないというルールです。一人のドライバーで、参戦することも可能でも、同じように、ピットインして3分間のピット滞在をしなければならないよと、まあ、とにかくスタートの混乱でね、なんかクラッシュに巻き込まれちゃわないように、もうこれは祈るしかないですね。で50何台いるので、セーフティカーがペースカーが2台、今先頭グループがスタートをしましたけど、次が今これからスタートになります。はい、ペースカー2がスタートしました。これもズルズルでさ、そうで、こっちのローリングスタートはもう、青ランプになった瞬間にオーバーテイク OK、 場所関係ない、そうコントロールラインまで待たなきゃいけないってことはない。めっちゃいる。そう、まあこれ上のクラスなんだけどね、上のクラスってかピットは前一緒だったんだけど、ピットがすごい速くなっちゃったんで、別クラスじゃないとスリットはもう報われないってことでクラスを分けた。これ一応さっきヨメさん予選で食い込んでたんだよね。そうそうそう、そのまま、うん、音で分かれたらしい、完全そのまま、うん、まあ追い出されるだろうなって思いながらこの上はね、グリップ高いから、もうどっちかっていうと4打つ想定のままでここが難しいんだよ。ここね、みんなね、ウエストはアウトラインなんだけど、そこが非常に怪しかったんで、僕は今は押してないよいや、ちょっと思っちゃった。これ今スロー再生をしてます。それで、まあ、これアロンソに真似されましたよね、この前のアロンソチェックされてたんだで、イン側、みんなが通らないイン側行って、で、そのままおとなしく行こうと思ったら
その1個前の車が姿勢を乱して次の車が今目の前に来たと。あのね、これ後ろすごいよ。もうその前からみんなどんだけあの因果が大変だったかっていうのがよくあるでしょ。俺のせいか。いやもうこれはね、まあうまく避けたって言っても、あの運ばかしたね。で、次の週ね。次の週の今ここ。でまた1台飛び出してて、で、あの結局セーフティーカーが入ったんだけど、あのフォーメーションラップでエンジン壊れてたやつがいて、はい、でちょっと止まってたのよ、あのロックコーナー出口で右側で、でそいつがオイルを漏らしてたんだけど、ロックコーナーの処理がしてあったんだけど、5コーナーからあのオイル漏れは始まっていたと。で結局長い間かかったんで、もうほぼスタートが25分経っちゃった。これ交代だから、ここからあの10分間ぐらいの間にピットインしなきゃいけないね。ラインナップ的に本当に日本のレースみたいです、うん、まだウェットの、変なラインで走らないとならないような状態。それ雨降ってどこ走ろうっていうのは、あのね、俺はまあウェットは走ったことないことないんだけど、ずいぶん久しぶりだったし、路面がその間変わってたんで、とりあえずそのグリッドに着く前にあのウォームアップ走行みたいな、ピットから出てって、もうグリッドにはどんどん人が入ってるんだけど、またピットトゥピットで、時間内だったら回ることができる。で、これ全部わあ、もうヒーローフラッグ。あ、ここでドラチンしたんですね。そう、で本当はもうたんまりリードをプレゼントしようと思ったんだけど、セーフティーカーが、そう、2コーナーが難しいんだよね。あと5ラップぐらい。後ろが今8秒差。その後ろが20秒近く離れてる。この8秒差に迫ってきているのが
レックス・ユーンだったね。おー、 F1 ドライバー。うん、あ、同じ車なんですか。同じクラス、同じ。3人は6速ミッションなんで、31は30キロ上とか軽い。そう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 。だストレートはあれうちらの速かったです。すごいですね、後ろに今のでもいい。この頃はまだ分かってなくて、まあ自分のペースあんまりね、人に変わってってもさ言わなくていいからってでも タイムあのギャップ全然変わんないからねって、大きく失うなよっていう風に言ったんだけど、多分あのウィリアムが伝えてなかったんだろう。やばくなってきました。やばくなってきました。でもね、最後もうちょっとってところで結構乾いてきたんで、乾いてきた途端に結構来られた。ドライの方が得意だった。いや、そういうことじゃん。そういうことじゃん。もうブロックとかしなくていいです。そう、結局あの上のクラスに抜かれた時にもっと私イン締めないから安心して抜いてくださいねって言ったら、スピードを落とさずに抜いてきた。多分そこが心配されちゃったんで、サイドバイサイドの時間にできちゃって、で結局悪い路面に追い出されちゃって、もうコース上にいるのが精一杯の状態になってしまって、スピードが落っこっちゃったから後ろが一気にしちゃった。そんな一気にいろいろ考えた。未来を予想しだしたら予想図までいかないね。F1 ドライバーのドライビングをあの勉強してくださいと、後ろで。そうだよね、うん、言っといて。最後の3周で路面が一気に良くなったところで、一気に F1 ドライバー来ましたね。2秒差をつけられて2位です。まあでもすごい上出来だと思いますよ。すごい難しいコンディションだったんで、ここで地元の元 F1 ドライバーにはちょっとかなわないのは仕方ないですね。でも明日また頑張ります。ね、いやでもいい走りしてたよ、うん、でも最後ドライになってきたところでやっぱりペースを変えられなかったね、ちょっとね。そうですよね、うん、ちょっとブレーキをちょっとかけたら、うん、横行っちゃったんですよ。 あれと思ってここからペース、うん、最近 YouTuber 今回みたいなのさ、何が起こってるか分かんないし、とあのブレーキ踏んだ瞬間になんか車がまっすぐ止まんねえみたいなことも起きるんだけど、そこでやっぱり冷静に本当にやばいのか、うん、何なのかっていうことは判断しなきゃいけないよと。おお、これはこれ、え、タイムボランキーまさかのフレーム修正すごい、走
走り屋みたい、電信柱で爆発するみたいな。隣の木でもやってるやつ。やっぱこう長丁場のレースって、うん、完走してなんぼみたいなところはありますよね。まあそうなんだけどね、うん、そうなんだけど、みんなそんな無茶をしてるつもりはないんだと思うんだけど、結果的にね、うまくいってないってことはまあありがちな話だよね。じゃあこの結果をもとにレース2があるってことですね。そう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 。